それは私が外国人だから日本の入管で起こっていること。リアナさんの両親は1990年代にガーナから来日し、埼玉県で暮らしていました。お母さんは44歳の時にリアナさんを産みました。やがてリアナさんも大きくなり、小学校の入学が目の前に迫ってきました。けれども両親には一つ心配なことがありました。二人とも、 在留資格ののある期間を過ぎててしまっていたのです在留資格とは日本の国籍以外の人たちが日本で暮らすために必要とされている許可のことです。リアナさんの両親が来日した頃景気が良く人手も足りなかった日本社会は多くの外国人労働者に支えられ在留資格の期間を超えて働く人たちに対してもそれほど厳しくはありませんでした。 そこで二人は近所の役所に相談に行きました。ところが役所の人たちは在留資格がない外国人がいると警察に両親のことを通報します。その日、リアナさんが幼稚園のバスに乗って帰ってきても家の前には誰も出てきませんでした。いつもならお母さんがここで待っているのにどこに行っちゃったんだろう 仕方なくもう一度先生たちと一緒に幼稚園に戻りました。日が暮れても誰もリアナさんを迎えに来ません。やがて夜9時ごろようやくお母さんが幼稚園に姿を見せましたが、なぜか警察のパトカーに乗ってやってきました。こんな時間まで何してたんですかと、園長先生にひどく怒られたお母さんは、 すみません。携帯電話を警察に取られていて、と何度も謝りました。そして、リアナさんもお母さんと一緒にパトカーに乗せられ、やっとのことで帰宅しました。ところが家には誰もいません。ねえ、お父さんどこに行っちゃったのお母さんに尋ねてみても何も喋りません。 普段はよく話す元気なお母さんの様子がいつもと全く違います。一体何が起きているのかわからないまま、リアナさんも黙って一人でお風呂に入り眠りにつきました。次の日、リアナさんはお父さんに会いに行くというお母さんに連れられて東京に出かけました。 工場の周りでは見たこともない空高くそびえ立つビル群を抜け、バスに揺られ、やがて見慣れない大きな建物にたどり着きます。東京入国管理局という看板が、幼いリアナさんにはまだ読めませんでした。東京入管は、出入国在留管理庁、入管の東京にある部局です。入管とは、 人々の日本への出入りを審査したり、外国人が日本に滞在できる期間を守っているかどうかを管理したりする政府の機関です。中に入ると外国人らしき人たちが旺盛へ行き交い、椅子に座って何かの順番を待っているようです。やがてお母さんとリアナさんは透明なアクリルパネルで仕切られた狭い部屋に通されます。 しばらくすると、そのアクリルの向こうの扉が開き、お父さんが顔を覗かせました。お父さんどうしてお父さんがそこにいるのどうしてお父さんのいる方に行けないのリアナさんは混乱しました。そんなリアナさんに心配をかけまいと、お父さんは無理をして笑っているように見えました。でも、お母さんと何やら深刻そうな話をしています。 しばらくするとお父さんはまた職員らしき人たちに連れられて行ってしまいました。実はお父さんはこの東京入管に収容されてしまっていたのです。収容は人を施設などに入れるという意味ですが、入管の収容に関しては特に外にいる人と連絡を取ったり会ったりすることに厳しい制限があります。 その数日後リアナさんとお母さんは通っていた教会の人に付き添われて再び東京入管にやってきました7階にある殺風景な部屋に通されましたがその後すぐにお母さんとは別の部屋に連れて行かれましたところが30分経っても1時間経っても誰も呼びに来てくれません23時間が経った頃「おい と声をかけられ、ようやくお母さんのいる部屋に戻ります。そこにはなんと、手錠されたまま倒れているお母さんの姿があるではありませんか。部屋には何台もの扇風機が置かれ、お母さんの周りを大人数の職員たちが囲んでいます。ドアのそばに立つ男の職員は、なぜか笑いながら、お母さんの方をうちわで仰いでいます。なんでなんでお母さんどうしたの 何度呼んんん。でもお母さんは目を開けません誰もその場で救急車を呼ばないことにもリアナさんはショックを受けました実はお母さんは気を失ってしまう前職員の出してきた書類にサインをするように言われていましたほとんど日本語で書いてあったので詳しくは読めませんその場に通訳もいませんけれども英語でデポーテーション 相関と書いてあり、ようやく自分たちがガーナに帰国させられる書類にサインを求められていることを理解したのです。けれども、お父さん、お母さんはずっと日本で暮らしてきました。これまで続けてきた仕事も、人とのつながりも、生活に必要なものはすべて日本にあります。リアナさんも日本語を話し、これから日本の小学校に入学しようという時です。相関 私たちは帰れないよ、と、お母さんは抵抗しましたが、職員たちは何度もサインするよう強く命令してきます。お母さんは悲しくなり、呼吸が苦しくなって倒れてしまったのです。結局、幼いリアナさんがいたこともあってか、お母さんとリアナさんはこの日解放されました。 朝に入管に到着していたにもかかわらず、出てきた頃にはもう日が暮れていました。リアナさんはお父さんがいないまま小学校に入学することになりました。お母さんもなんだかずっと元気がありません。それから8ヶ月。少しずつ学校生活にも慣れてきた頃、いつものように授業を終えて家に帰り、部屋の扉を開けると、 なんとそこには会いたかったお父さんの姿がありました。お父さん、やっと帰ってこれたんだね。リアナさんは嬉しくて駆け寄りました。久しぶりに会ったお父さんは収容される前よりもずっと痩せて見えました。入管内の食事がほとんど食べられず、味噌汁ばかり飲んで過ごしていたお父さんは、収容前と比べて10キロも痩せてしまっていました。 お父さんはようやく仮放免が認められて収容から解放されたのです。仮放免は日本に滞在する資格は失ったものの入管の施設の外で生活ができることです。生活ができると言うといいことのように聞こえるかもしれませんが仮放免では仕事をすることも健康保険に入ることも認められません。健康保険は 人々が安心して暮らせるようにするための公的な仕組み、社会保障の一つです。それに入っていないと、病院に支払う費用は高額になります。これはお父さんだけの問題ではありません。お母さんも、そしてリアナさん自身も入管から仮放免とされていました。そのため、日本国籍になっていたり、在留資格を持っている人とは違う自分の立場を、 幼い頃から考えなければなりませんでした。仮方面の立場の人たちは、入管の許可なく住んでいる都道府県から外へ移動してはいけない、ということを強いられているのです。ちょうど県境の町に住んでいたリアナさんたちは、うっかりその向こう側に行ってしまわないよう、いつも気をつけていなければならないのです。友達とよく遊ぶ近所の公園は、 埼玉県と東京都にまたがっていました。公園の真ん中を流れる小川を越えたら、もうそこは東京都です。鬼ごっこをしているとき、友達が橋を越えて逃げていってしまうと、リアナさんはもう追いかけていくことができません。ねえ、なんでそこで止まってるの橋の前で立ち止まっているリアナさんに、 友達が不思議そうに尋ねてきてもうまく説明できません。うーんとね、私、違う声かけてくるね、と、はぐらかすことしかできませんでした。それでも時々、夢中でザリガニを釣ったりしていると、知らない間に県境を越えそうになります。もしかしたらずっと、 誰かに見られているかもしれない。この線から少しでも外に出たら私捕まっちゃうのかな。そばに入管職員がいないと分かっていても、リアナさんはいつもそんな不安と緊張を抱えていました。遊んでいるはずなのに、どこかいつも苦しいのです。そんな不自由は友達と遊ぶ時だけではありません。 リアナさんは小学校3年生の頃から地元でバスケットボールの小学生チームに加わりました。メキメキと上達し、やがてチームを引っ張るほどの実力を発揮するようになります。強いチームだったこともあり、県外に試合に行くことも少なくありませんでした。明日、隣の県のチームと試合が決まったぞ。え明日 コーチにそう言われても、県境を越える許可を取りに行くには間に合いません。そもそも仮方面という立場のことを周りの大人はよく知りませんでした。明日は家の用事があって行けないんです。すみません。と頭を下げるお母さんをコーチは叱ります。やる気がないのかそんなにバスケをやりたくないなら、 やめればいいじゃないか。そんな言葉をコーチから浴びせられるたび、違うよ。本当はバスケがしたいのに。と、リアナさんは心の中でつぶやくことしかできず、悔しくなりました。高校生になり、受験勉強に打ち込もうという時に、あるニュースがリアナさんたちのもとに届きます。入管法が改正される。 2021年2月、入管法、出入国管理及び難民認定法改正案が国会に提出されます。入管法とは、国外から日本にやってくる人々や、日本から海外に出国する人たちの手続きについて取り決めた法律です。改正という言葉から、法律が良くなることを想像するかもしれませんが、法案はそれとは真逆のものでした。 国会で議論されていた新しい法律の案では、リアナさんの家族のように在留資格を失った人たちが国に帰れという命令に従わなければ、罰金を払うことになったり、刑務所に入れられたりするかもしれないということなのです。どうしてその人の国籍の国に帰れないのかという事情を丁寧に聞こうとするのではなく、とにかく帰れ、嫌なら罰を与える、 という法案が出されてきたことに、リアナさんは憤りました。入管は、一体どれだけ私たちを苦しめるんだろう私は行ったこともないガーナに帰ることになるの私って、この世に存在しちゃいけないのリアナさんは国会議員たちに会いに行き、いろいろなメディアで取材を受けました。自分や自分の家族のためだけではありません。 リアナさんの周りには同じように在留資格がないことで苦しんだり親が入管に収容されて取り残されてしまった子供たちがいたのです。目が回るほどの忙しさの中でもリアナさんはそんな現状を訴え続けました。リアナさんが出たテレビ番組などを見た友人たちからはこんなことが日本で起きてたの知らなかったよと次々声が返ってきました。 ところがインターネット上には、リアナさんたちに対する差別書き込みが大量に投稿されていきます。生まれた時から犯罪者ってかわいそう。そんな親の元に生まれて運が悪かったな。早くガーナに帰れ。自分が犯罪を犯したわけでもないのに、たくさんの大人たちからまるで悪人のように言われ続けると、リアナさんも苦しくなります。 街中にいても、ふと、こう思うのです。もしかしたら、日本にいる人たちはみんな、私のことを悪い人間だと思ってるのかな。帰れと言われたところで、自分の帰る場所は、両親と暮らしている自宅しか思い当たりません。ある時、入管職員に尋ねてみたことがありました。 帰れって言われても、私はどこに行けばいいんですかそれはあなたの両親の国でしょう。でも私は日本で生まれて日本で育ってきたんですよ。そんなことはわかってる。でも、あなたの血が向こうにあるでしょう。随分と乱暴な言い方でした。こうして子供の人権を奪うために持ち出される血とは一体、 何なのでしょうか入管法がその後どう変わっていったのかそしてリアナさんが今どんな道を歩もうとしているのかについてはこの本で詳しく紹介をしていますぜひご覧くださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします